今回ケイロスを入れさせていただいた理由の一つとして、インプットとアウトプットの、柔軟性っていうところが大きくありまして、弊社アウトプット数を大量に使うっていうのがありまして、従来のスイッチャーではアウトプット数を大量に増やすことができなかったところを、ケイロスを導入することでアウトプット数だったりインプット数を柔軟に変更できるようになったっていうのが課題解決の主なものになっております。入出力が一番っていうところと、あと IP での伝送っていうところを大きく今回注視したっていうか、新しい企画シンプティ210っていうところを今回初めて、我々も使うのが初めてだったので、パナソニック様の方にもお聞きしながら、いろんなことでご協力できしていただいて、一から新しいことに挑戦できるようなスタジオになっております。生放送であったり収録であったりという臨機応変での対応ではなるものの、スタジオ内にあるカメラが赤外線を発光しまして、それをマーカーと言われるものが反射して位置情報を取るような形になっております。そちらをもとに 3D のモデリング、キャプチャーしたものを弊社のアプリケーション内に入れることで、今実際に中でタレントさんが動くとアプリケーション内でも動くので、それをスイッチングしているような感じになっています。なのでアプリケーションからケイロスに映像がシンプティ210っていう形で入っているような形になっております。一番高く評価している点としては MEっていうところを大きく評価させていただければなと思っておりまして、今までであれば ME の中っていうのは限られた数での対応、例えば ME8 までしか対応ができなかったり、その中でも4つまでしか入れられなかったりっていうところがあったんですけど、今回ケイロスであればグラフィックボード GPU の処理可能範囲であれば無限に使えるっていうのが大きく、今まで作れなかったっていう ME の数が足りなくて作れなかったっていうのが自由に ME が作れるっていうところで、いろいろな表現の拡張ができるようになっております。縦画面であったり横画面っていうのが自由に作れるようになったっていうのは非常に助かっております。例えば横のものを撮った後にショート用の動画とかで縦画面にしたりとかっていうのを柔軟に対応できる、今までであれば一個一個プロファイルを切り替えて対応していたのが、ケイロスでは一つのプロファイル内で完結できるっていうのが大きく助かっております。主に使っているのがラムプレイヤーだったりクリッププレイヤーってところをマクロ化することで、今までであれば一個一個ケイロスクリエイターを使ってクリックして移動させていくっていうところだったんですけど、そこをマクロ化することによって一個のボタンで再生から一時停止であったり巻き戻しであったりっていうのを対応できるようにさせていただいております。例えば今動画を再生するときにコントロールパネル上に表示してあるマクロでクリッププレイヤー1を再生っていうものを押すと映像が流れ、例えば一時停止をさせると止まるといった形で、今回弊社でマクロとして組ませていただいているのは AI でマクロを組ませていただいているんですけど、その理由としては日々やはりコンテンツが増えていく中で、スタッフ一人一人が一つ一つ手作業で打ち込むよりも AI で書かせてしまった方が早く対応できるといったところで、クリッププレイヤーだったりラムプレイヤーの再生であったりネクスト、それこそバックっていうところを対応させていただいております。クリッププレイヤーの例えば再生だったりってところを流すのではあれば、それを手書きするのだとここまで実際この行を手打ちしなきゃいけなかったところを、今回 AI で対応することでこれを全て AI でやるだけになるので、コピー&ペーストだけで対応できてしまうっていうのが大きく作業の効率化っていうのが貢献できたかなと思っております。今後のスタンダードがケイロスになっていくのではないかなっていう我々の中では考えておりまして、その中でも先行導入としてケイロスを入れさせていただいたっていう形になっております。